皆さんこんにちは、よのです。今回から小倉芳光先生の一般気象学に沿って一般気象学の解説をしていきます。皆さんはこの本をご存知でしょうか？この本は気象学を学ぶ人にとってバイブルと言っても過言ではないほどよくまとまった教科書です。しかし学術書でもあるため、書式が難しかったり数式が登場したり、多くの初学者が撤退を強いられています。そこでこのチャンネルでは一般気象学を分かりやすく基本的なところから解説していきます。このシリーズを見れば一般気象学の本が楽に読めるようになるでしょう。この本だけでなく他の本も参照引用しつつ、内容を加えたり削いだりしながら進めていくので、どうぞお付き合いください。さてこの動画では太陽についてお話しします。地球の天気と太陽なんてどう関係あるんだと思った方もいらっしゃるでしょう。何を隠そう、地球のエネルギーの起源はほとんど太陽光によるものなのです。今我々が使っている電気も火力発電で作られたものなら、このように太陽が起源です。それ以外にも考えられるあらゆるエネルギーの起源は太陽なのです。余談ではありますが、逆に太陽が起源ではないエネルギーはわかりますか？ぜひコメントで教えてください。さて話を気象学に戻しますが、気象現象は例外なく太陽からのエネルギーで起こっています。風も雨も虹も台風も太陽がなければ起こりえません。それではまずはじめに太陽の構造について見てみましょう。こちらが太陽の模式図です。太陽にはいくつかの層があります。光はまず中心核で作られます。そして放射によってエネルギーが伝わる放射層、対流によってエネルギーが伝わる対流層を経て、太陽の表面である光球から光が出ています。我々が見ることができる太陽はこの光球です。光球が目に見える光、可視光を出すのに対し、彩層では紫外線が出ています。太陽についてもっと勉強したい方は JAXA のホームページまでどうぞ。太陽の構造はこのくらいにして、太陽の発する光を見てみましょう。皆さん突然ですが、電磁波とは何者かご存知ですか？突き詰めればいくらでも難しい話ができてしまいますが、今回は難しい話はなしにして電磁波の特徴について考えてみましょう。電磁波とは日常生活でいうところの光や電波です。同じ波でも音波ではないことに注意してください。身の回りには電磁波があふれています。例えば電子レンジ、蛍光灯、 Wi-Fi などの通信、こたつなどの赤外線、肌を黒くする紫外線などです。気象学でポイントとなるのは、電磁波は離れたところにエネルギーを伝えるということです。皆さんは気象学の本で電磁波と出てきたら、あ、離れたところにエネルギーを伝えるやつだと思ってくださいね。電磁波は暖かくしたり肌を黒くしたり眩しかったりと様々な性質を持つというお話はしましたが、同じ電磁波なのになぜそのような違いがあるのでしょうか？蛍光灯の光のように目に見える電磁波は紫外線のように肌を黒くすることはありませんし、 Wi-Fi に使われる電磁波は蛍光灯の光のように目に見えません。実はその種類の違いは波長によって分けられているのです。こちらが電磁波の種類です。左に行くほど波長が長く、右に行くほど波長が短くなっています。レントゲンで使う X 線や太陽光、携帯電話の通信、無線などが一続きにあることが分かっていただけるでしょうか。それでは太陽光に注目してみましょう。太陽光は赤外線、可視光、紫外線が混ざった光です。半分が可視光で我々を明るく照らしてくれます。しかし紫外線は生物に有害で、紫外線が混ざっている太陽光を浴びれば生物は生きることができません。なぜ我々が生きていられるのかと言いますと、大気によって守られているからなのです。次回以降どのようにして守ってくれているのかを含めてお話ししていきます。最後までお付き合いいただきありがとうございました。